ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。わかった、遥か行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。行こう。桃源郷に行くだけなのに大変なんだね。この町はややこしい事情が絡み合ってるからな。しかし桃源郷とはよく名付けたもんだ。どういうこと？桃源郷っていうのは簡単にたどり着けない楽園の名前だ。そうなんだ。でも楽園なら風間さんって人もきっと無事だよ。ああそうだな。桃源郷の明美さんって新次さんの恋人だったんだよね。はあ、新次さんが死んだこと知ったらきっと悲しむね。はあ、だが誰かの口から告げるしかないんだ。他の奴から伝わるより俺から伝えてやりたい。新次は最後まで男を貫き通したってな。桃源郷、おじさん急ごう。ここか、桃源郷。行こう。桃源郷の会員証をお持ちですね。あのお客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ。多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので絶対に迷惑はかけない。いいよな。かしこまりました。では、あ、お客様、一応念のために。では。すごく広いところだね。ああ、ここなら風間のおやっさんもかくまえる。新次のやつよく考えたもんだ。明美さんのお部屋どこだろう。
あ、行こう。おじさん、ここじゃない？そうみたいだな。いらっしゃいませ。あけみです。キリュウだ。シンジから聞いてないか？キリュウ？あなたが？ああ。それじゃあ、しんちゃんはもう…そう。最後に会った時、彼言ってたの。自分にもしものことがあったら、あなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が、急に真剣な顔してね。そっか。しんちゃん、死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人、急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にしんじの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。埠頭に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん、しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？聞かせろや！おじさん、な…Ugh!
探したで。マジマの兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね。嫌です。私他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで。ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直者が好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。Hey!
ついね、お前が。あの女が明美か。辛いだろうな。だってさ、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。大見連合の寺田って男がかくまっているらしい。大見連合だと？なんで奴らが風間を？わからんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれて、お前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、キリュウ、芝浦に。ああ。大見連合が絡んでるとは想像もつかなかったな。俺はお前とは別行動で MIA と神宮の線を渡ってみる。芝浦に向かう前にここでしっかりと準備した方がいいぞ。準備できたら俺に言ってくれ。芝浦に行く準備はできたのか。そうか、気をつけて行け。